YouTube をご覧の皆さんよろしくどうぞ、キョウイチロウです。本日はデブ飯というか特別っていうわけではないです。今までのそのデブ飯っていう俺のチャンネルで紹介してきたものの中ではちょっとずれたことある人は多いかもしれません。というのもですね、うちの実家はおばあちゃんがよくご飯を作るんですよね。お母さんは、まあ、仕事をして帰ってくるタイプだったんで、うちは、うん、そんなお母さんがでも料理を作るっていうものがあるんですけど、それがこのたらこと卵を合わせてチュリッてやるやつ、チュリッてやるやつ、チュリッてやって、うん、ご飯の上にもう最高にうまい。もうそれが結構幼少期の頃から食ってたんで、まあそれをちょっと再現しようかなと。あの頃の思い出みたいなね。それでは早速食っていきましょう。レッツクッキー。たらこと卵やんない？やんない。塩コショウ醤油入れるわけでもなく、ただたらこだけ。でもあとはこれです。卵ですね。はい、じゃああとは焼きます。油、油、ドロ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 、入れすぎ、早いか。あ、バター出た。入れたくなったんでしょ。ほら、バター、あ、そっちかーい。どっちも入れたいのね。はい、じゃあはい、ここからもうすぐだから、あ、もったいない。このこのたらこもちゃんとする。あとずっとひたすらこうやってもうこうやってやってる。混ぜる、うん、絶対油を。さあ皆さん見てください。若干こう回してることによっておこげがついてきます。この辺がちょうどいいね。ちょうどいい。ちょっと卵が焼けてくる。こんな感じ。これが結構目安だったりもします。さあ、これを先ほどのボウルに入れることによって節約するわけですよね。残ったたらこと、そう、卵とかもね。はい、もうあとは贅沢に、はい、先ほどしたこのボロボロ、本当はね、これ多分油を調子こいて入れすぎたんでこうなってるんですけど、ドロドロ入れすぎ。もうちょっと上手にやると粒が大きくなったり小さくなったりっていうのがあって食感が楽しくなるんですよね。はい、終わり。これが京ちゃん的もう完成したね。デブ飯を超えた神飯。神飯いただきます。うん、なんだろうな、やっぱでも違うんだよな、うん、小さい頃、うん、ママが言ったのと、こっからはお好みで醤油かけたりとか、基本ちょっと薄味に作られてるんですよ。濃くしたりとかも自由で。小さい頃は取り合いだったな。もう買い手は常にタラコ好きだから、うん、これがあったら取り合いよ。兄弟とかいるとやっぱ常に争いだったからさ、もう梅がった梅がった。まあというわけで、ただ俺が普通に卵とタラコを飯にしただけなんですけども、小さい頃からまあこうやって食べて、まあ、うちはスクランブルエッグで育ってきたんで、まあ、ぜひ皆さんにも真似していただきたいなと。以上、きょうちゃんのデブが育ったママのご飯、ママ飯、バーイ。思い出したんだけどさ、きょうちゃんに初めてたらこ卵作ってって言われた時にさ、2人が作った料理覚えてる。たらこのさ、一腹にさ、常に卵焼き巻きつけてるから、卵焼き普通に作って中に、あー、飲んでやつだ。